この巣箱。さてさて、楽で金払いのいいクエストはないかしら。世の中、そんな楽なクエストばかりじゃありませんよ。そうだぞ、アクア。高い報酬を得るには、それなりの対価が必要だ。高難易度クエストへ行くしかないな。お前は単に強い敵と戦いたいだけだろうが。みんなの意見をまとめると、ほどほどの強さで報酬のいいクエストってことよね。皆さん、もしかしなくてもクエストをお探しですよね。で、ギルドのお姉さん、やりませんよ。絶対やりませんからね。まだ何も言ってませんが。いやいや、お見通しですから。また厄介なクエストを押し付けようって魂胆でしょうが。そんな、とんでもない。私はただこの街で最高のパーティーにぴったりのクエストを紹介したいだけですよ。お、おだててもダメですよ。絶対やりませんからね。嬉しそう。まあ話を聞くだけならいいではないですか。ありがとうございます。実は最近、とある獣型モンスターによる被害が問題になっているんです。夜、野営をしている冒険者を群れで襲うとか。ヨバイか。なかなかいい趣味のモンスターだ。よし、私たちに任せてくれ。これはダクネス、勝手に決めるんじゃない。大丈夫だカズマ、お前に危険が及ぶことはないから安心しろ。野営中、常にデコイを発動すれば、それはもう脇目も振らずに私に襲いかかってくるはずだ。一応抵抗はするが、なすすべもなく鎧を剥かれ、服を剥がれ、モンスターどもの慰み者にされてしまうに違いない。極めて不本意だが、致し方ないことだ。他の皆のため、私は喜んで犠牲となろう。ああ、ダメだ。こうなったら何を言っても聞きゃしねえ。やるしかないんだろうな。はあ。ギルドのお姉さんによると、野営してた冒険者たちが襲われたのはこの辺りらしいんだが。モンスターの姿なんて見る影もないんですけど。そう慌てるな。野営でもしてモンスターが出るのを待とう。すでにデコイは発動している。敵はおのずと現れるはずだ。それにしても見事な満月ですね。よし、今日はこの満月と我が爆裂魔法の共演といきましょう。まん丸お月様を眺めながらシュワシュワってのも風情があるわよね。とりあえず軽く一杯やりましょうよ。モンスター待ってる間に宴会ってどんな神経だよ。却下だ。
とファング、こいつらが冒険者を襲ったのね。撃っていいですか？満月を見たら血が騒いできました。落ち着け、めぐみ。まだ敵の数がわからない。よし、私が矢面に立っておびき寄せよう。行ってくる。待て、ダクネス。って言っちまいやがった。俺たちも応戦するぞ。この芝